それでは今日も行きますか、チャレンジ投資ということで、今日はなんとスペシャルゲストを呼びしております。アントニオ小猪木さんと長州小力さんです。またお願いします。さすが、よいしょ。ありがとうございます。お願いします。今ちょっとこっちで話題になってたんですけど、はい、あのお名前は、あ、ししどあやみと申します。ししどさんがね、はい、今ちょっとこれテイク2じゃないですか。テイク2だったね。僕らを呼び込むときになんか一瞬、うん、あれなんだっけっていう空気になったから、はい、何とどう間違えたのをちょっと、多分名前を出てこないってちょっと俺らは予想したんだよね。で今呼び込みがアントニオ小猪木さんからだったから、そうそうそう、はい、もしかしたらあの時の猪木とちょっと混同したんじゃないかという推測を今してたんですけど、どうだろう。あ、見事おいおい、バレろちょっと。すいません、かわいいと思ったら。ちょっと、もうこれ何するんですか。あ、で、今日はそのちょっとスペシャルゲストのお二方と、こっちのチャレンジ魂のお二方でちょっと60本、一本勝負を。違う、60本一本勝負すごいよくわかんない試合になりますね。でも今心の中で、うるせえなこのキジイたちよって。で、こちらのイラテン、ガロ、月光の旅人、このインデックス、すべての台で好きな台を選んでいただいて、でその出玉で競っていただくっていうゲームになります。なるほど、はい、俺、これ、あれでしょ、これってな失礼だぞ、これこいつらこいつらじゃない、はい、彼はあれでしょ、ここの店員さんなんでしょ、ね、あ、もう店員です、その店員さんです、この大丈夫、ズルし、大丈夫、反則、反則ダメだよ。一応ズルなしの男の戦いっていうのは聞いてます。ズル、はい、はい、で、あの負けたらあの罰ゲームが待ってますので楽しみにしてます。罰ゲームまだ発表しない、あ、終わってから、終わってから、終わってからの発表になるんで、ちょっと心して頑張ってください。よし、じゃあやりましょう、はい、はいね、はい、じゃあそれではラウンド、はい、ダーン。じゃあまあ、はい、自分たちのチャレ玉チームで、はい、チャレ玉チームで選びたいと思うんですけど、はい、打ちたいのありますか。いや迷うけど、やっぱ一発勝負ってやっぱ源さんじゃないですか。いや、やっぱそうなるんですよね。やっぱそうなるんですよね。1時間1本勝負、1時間1本勝負、大量出玉獲得。そうですね、いや絶対相手チームガロ打つと思うんですよね。確かに、源さんいきますか。じゃあそうですね、源さんいきますか。源さんのどれ打つか、あの配下陣フィーリング得意だと思う。あ、フィーリング得意ですよ。フィーリングでいきましょうよ。あ、いいですか。やっぱ色的に水色、水色が良くないですか。僕水色好きなんですよね。全然いいと思います。あ、いいですか、はい、どうですか、こちらで。いいですか、はいはい、この台でいこうと思います。台選ぶんですね。いや、これいいよ。じゃあ、いや、ガロもいいんだけど、やっぱ俺大工の源さん、大黒源さん。いや、これは懐かしくない？昔からあるよ。あるね。さっき2人がこれがいいって決めてたんだからさ、ああ、それ取っちゃうの。どこなんですか。どこ、これ、これ、これ。じゃあ僕たちこれにします。これにしましょう、ね、パチンコ屋さんの従業員さんが言うんだから間違いない。間違いない。よっしゃ、じゃあ打っていこう。よっしゃ、やっちゃおう、やっちゃおう。ちょっとちょっと、ちょっと待って、今でいいですか。自分らが選んだの155番台じゃないですか。あ、そうなんですか。先選んだ台ですよね、これ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、知らなかった。あ、マジですか。座っちゃったから。あ、まあ、じゃあしたら自分隣で座ってもいいですか。いや、でもちょっと あんまり周りにいられるの嫌なんで。嫌ですか。いや、でもやっぱ隣で座って打ちたいなと思うんで。せっかくマスクはい、いいですか、自分こっちで。行きましょう、隣、はい、戦いましょうよ。はい、やりますか。よし、じゃあもう勝負やりましょう。はい、やりましょう。打っていきましょう。はい、よろしくお願いします。打ってこいから。打ってこいから。チョップの話、チョップの話ですね。まあいいや、じゃあやるよ。じゃあ俺先行でいったらね、これ。じゃあ行きましょう。じゃあいただきます、失礼します。お願いします。久しぶりにやるよ、大工の源さん。頼むよ。
そうだ。 おあら、いい音が。あら、いきなり派手でいいよ。メンピンチ30番。おお、派手でいいですよ。おお、3回。なんだ、いやなんかあんのか。おお、派手でいいですよ。あら、なんだファイヤーって。一味毛量ファイヤー、大手淳大手淳のことファイヤーおお、熱い。おお、なになに、結構でしょ。チャンスアップですね、チャンスアップ。まずこうだよね。なんだ、でかいの、こうだよね。あら、あら、あら、いいぞ本当にあるなんかすごい。あ、どうなんだろう。ファイヤー、あ、違う、字は白い。おお、開いてんじゃん。うわー、おー、極みどうなんだろう、これ熱いのかな。いや、マジですか、いい感じですよ。字が白いんだよ、頼む。お、楽しんでいただきました。あら、お、何の音。いい音した。うわ、なんか嫌な音した今そうですね、チャンス保留っすね。もうあれ、赤炎じゃない。保留の音だ、保留の音っすね、これの次っすね。あら、赤い。当たったでしょう。いや、来ちゃったかもしれないっすね。やばいやばいやばい。良さそうだもん。いや、これはいいと思います。これいいよね、これは多分いいっすね。いや、こっからっすね。うわ、何その色何ですか。もういいよ、もういいって。おお、なんかほらこれ当たりでしょ。もうこれは、もうこれはもういやいやいや、全部ついた、全部ついたもう全部つきましたね。ゲイさん頑張れ、ゲイさん頑張れ、ゲイさん頑張れ。すげえ緊張感。いやありがとうございます。やった、ありがとうございます、ありがとうございます。なんだよ最高っす、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。おい、やらせだろこれ俺たちにこっちの台選ばせといて、ありがとうございます。隣で当たるってどういうことですかマジか、やばいよ小泉さん、やろやろやろちょっと変わる、ありがとうございます、タッチ変わる、エアタッチ、どうしようこれファイヤー、大丈夫これ、大丈夫、はい、大丈夫、大丈夫じゃないですけど信じてます。ホーキー来た、ホーキーいい流れ、いい流れ。嘘でしょ。大丈夫じゃないけど信じてます、まだありますから。まあ、嘘でしょ、嘘でしょまだありますから、嘘でしょあれ、久保木さんすいません、まあ、自分も打たせていただきたいと思いますんでさっき早川主任がラッシュ入んなかったんでまずラッシュ入れてこのタッグバトル勝利を収めたいと思います。お願いします。
そうそうそう、まだまだ継続継続。じゃあマジか、3回目すごいすごい、チャンスです、チャンス。なんだ、また継続で3まで来た。あら、おーおー、やばいやばいやばい、マジでマジで、やばい、あマジか、マジか、強い強い強い、色がいいよこれ、色が、いやこれは強いっすよ、これ熱い、これは強いっすよ。ああああ、頼む、頼む、トンボ注入、遅いよ余計な音してんじゃないよ頼む、おほら、どういうこと、ボンバイエ、ボンバイエ、はい、ボンバイエ、ボンバイエ、やばいやばい閉じて、ああすごい、頼む、あれあれあれ、これは、え、危なかった熱い熱い、いや今熱かった、熱かったっすよ、熱かったんすけど、いや暑かったですね。なんだその勝利のガッツポーズですね。なんだよ。涼しいからしゃあ。いやいやいや。もうちょっとで当たりでした。いやいやだな。マジで。これとんでもないの外してないよね。いや行ったと思ったのに。やばい。いあれ今微妙なんじゃないの？負けてるかどうかも微妙。こっち一回当たってますから。はやー。そうか、一回当たってるもんですか。はい。まずい。あー、時間がない。時間がないし、取れ高がないぞ。せめてそっちも勝つなら、もっと圧勝してくれ。当てたい、当てたいっす、当てたいっす、こっちも。一回見とけるけ。え、スモール野球だぞ。そうそう、そんなに盛り上がる接戦ではないんだこれ。多分球100個。パチンコに投資戦いらないから。100個ぐらいしか球の差ないんじゃないかってぐらい。いやいやいや。大丈夫か。編集難しいぞ。ああ。まあありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。結果、大当たり1回ってことでチャレンジ魂の勝利と。あー、やっぱ負けか。ありがとうございます。助かりました。こんなんで嬉しいのか、あんな1回だけ当たったぐらいで。いやそうですね。まあまあ、でもね、まあ、俺は負けですからなんか俺たちもさ、あの先に台選んでたからさ、あれいいなっつって取ったけどさ、その横の台で出すってどういうことなの。まあでも楽しかったです、本当今日ありがとうございました。ありがとうございました。帰ろう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 。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。忘れてませんか。いや忘れてませんか。あの罰ゲームがあるってこと忘れてないですか。あれ聞いてない。じゃあのちょっと待って、そういうの書面とか書面に絞らないと。そんな誓約書。言ってました。あの多分動画見てもらえれば分かるんですけど、冒頭で罰ゲームが。罰ゲーム？何すればいいんですか。やっぱ本業であるそのモノマネを、ああの見せてもらいたいなって。はい、いや見たいですね。見たいですよね。めっちゃもう見れたら幸せですね。じゃあしょうがない。何プロレスモノマネ。それとも何。でもちょっと待って、俺らの本業罰じゃないんだから、ね、いやいや、もうプロレスのモノマネ。じゃあ、はい、ぜひやりましょうか。やった、ありがとうございます。じゃあ僕からやりましょうか、はいはい、ね。テレビ番組のロケでホタテの加工品を食べ、ものすごいコメントを残す長州力。お前これ食ってみ、飛ぶぞ。はい、ありがとうございます。飛ぶぞ、飛ぶぞ、生で見れたんで。飛ぶぞ、生で見れたんで。
ちょっとあとこれでもね続きがあるんで続きもやっていいですか。いいんですか。ではその続き、もうこれ食ってみ、飛ぶぞ。何お前たちこれ毎日食べてんの、食べてんの、飽きないの、飽きないの、すごいねお前たち。はい、これがフルバージョン。よかったら YouTube を見てください。見た気がする。そういえばその続きあったみたいな。じゃあまた声の時に行きましょうか。一般人にも容赦ないピンタをかますアントニオ猪木。はい、ということでそろそろお時間ですか。そうですか。じゃあ、恒例のピンタのコーナーということで、ピンタされたやつ出てこい。お、出てきましたね。お、いきなり女性ですか。ね、女性でも遠慮しないでいきますよ。じゃあいきます。歯に、お腹に力入れて歯をくしばっていくぞ。いや下向かない、下向くとほら髪の毛邪魔だから、怖がっちゃダメ、危ないから、危ないから、危ないって言ったらダメ。でいっ、はい、ありがとう。実は、実話でしょ。これ実話です。いいのかこれで。大満足で。でもパチンコもお笑いも楽しかったんで、ありがとうございます。ありがとうございました。あー、いい緊張感だった。楽しかった。楽しかったよ。はい、それではありがとうございました。この動画が良かったと思う人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後にいつものいきますか、チャレンジ魂。